ちっちゃなディスカス、ちっちゃいディスカス、ちっちゃなディスカス。はい、どうもこんばんは、サスノです。今回はね、もう見えるかな、ご紹介したい子がね、一匹来てね、チーム D にね、新しい子がね入ったんですね。マリンブルーディスカスのマリンちゃんですね。逃げちゃって、まだね、あんまりチーム D に馴染んでないんですけど、まあ可愛いですよね。やっぱちっちゃいのって可愛いですよね。なんでもね、ちっちゃい時は可愛いですね。でね、相変わらずね、おぽんがね、ポンターがねポンターがもうすごい元気なんですね、最近ね。おぽんぽんがね いいですね、おぽんぽんがねこいつらもね、わかりますかね、ちょっと前にね入れた2匹なんですよ、こいつらも。だいぶでっかくなりましたよね。わかるかな、なんか小競り合いはねしてますけどね、だいぶでっかくなったんですよ。もう最初はね、最近入れたね、おぽんちょっと、おぽん邪魔よかわいいなこいつ。最初はあんなんだったんですよ、こんなんでした。こんな状態で入ってましたね、一緒に水槽に。でもこんなでっかくなっちゃいました、おかげさまで。まあ、ちっちゃいのをこんぐらいまで持ってった実績があるからこそ入れたんですけどね。まあね、まだまだね、全然ちっちゃいですけど、おぽんじゃなかった、まだまだ全然ちっちゃいですけど、今後もね、ちょっと成長記録をね、上げていきたいと思います。やっぱね、でかいお兄さんたちと比べたらね、まだまだちっちゃいんでね。でもね、誰もいじめることもなくね、仲良くやってるんでよかったです。顔でか。じゃあ今回はね、このおぽんの、アップからね、お別れしたいと思いますじゃあ今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ではまた。仲良しですね、みんな。だいぶ